ということで今回もやっていきたいと思います。さあスタートスタート。じゃあやっていきますか。インターネットで軽ドロー。インターネットで世界中のみんなと遊べるモードだよ。ショップって今まだなんもないんかな。間違えた。マイデータやったこれ。ショップ。ようこそいらっしゃいました。どれも貴重な品ですよ。あ、お金ゼロし、ゼロやった。全然無理やん。なるほど。なんかこういう感じでいろいろあるっぽい。あ、ちゃんと持っとるランタン変わりよる。え、これ可愛いんやけど、カエルみたい。キングライトやって、よくわからんけど。へえ、可愛いし、明かりも、明かりの色も変わるんやね。ありがとうございます。使いこなせるといいですね。いろいろ強化して使っていきたいね。じゃあ、インターネットで軽ドロ。インターネットで世界中のみんなと遊べるモードだよ。サクサクってやっていこう。人間とお化けどっちで遊ぶ？とりあえず人間で行こう。人間セレクト。アリサ、お化けの世界に迷い込んだ女の子。悪魔やお化けのことに興味があり、ちょっとワクワクしている。ワクワクしとんや。なんかウサギのぬいぐるみ持っとる。かわいい。アレス、アリサの弟。お化けの世界に迷い込んでも冷静。愛読者はお化けの世界。全然冷静っぽくなかったけどね。あ、てか、アリサか。アリスなんやって思った。はい、じゃあアリサで行こう。ランタンセレクト。まあ、これしかないんやろ。クラシックランタン。クラシックのデザインの黒いランタン。鉄でできていて頑丈。あの、ランタンで速さってなんやろ。いや、範囲はまだわかるよ。明かりの範囲かなって思うし、スタンってなんやろ。よくわからない。マッチング開始します。4人揃ったら、あ、人間3人と、お化け側1人ってことやね。ただいまのマップ、真夜中のデルーゾ墓地。マップルール、エリア制限あり、牢屋スイッチ2つ、有利なお化けとかあるんや。へぇ。次のマップの切り替わりまで2分47。へぇ。なんかあれやね、ちょっとスプラトゥーンみたいな仕様やね。ちょっと思ったよ。もしや、結構夜中はやってる人が少なかったりとかします？でも、このゲーム自体が発売されたのが8月1日からの発売やけん、まだ今やったらね、全然みんなランクもそんなに差がないんじゃないかなとは思うよね。これは集まらないパターンなのではないでしょうか。みんなおいで、みんなおいで人間。あ、来た。おお、あ、一人あれや、ランク C や。称号、スタンプを集めるともらえるお化けイドルプレイヤーの呼び名。遊び方によってもらえる称号が違ってくる。真夜中のデルーゾ墓地。あれやね、怖い雰囲気やけど、めっちゃ名前が可愛い。同じキャラクターやけん、なんか微妙にみんな髪色が違った。いいな、ちょっとピンクっぽい髪色の左の子可愛い。ランタンはあと1回使える。どれが敵なんやろ。え、なに、どこどこ。わー、来たー。やめて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 。待って、こういうね、見晴らしのいい、あ、そっか、あー、一番に捕まるやつ。見晴らしのいい場所におるのよろしくないね。お化けに捕まったよ。みんな助けて。なにこれ、座る、アピール、死んだふり、ストレッチ。あ、この中でも動き回れる。座る。これ座ったの今。座る。あ、座った。あ、待って、ありがとう。ありがとう。イェイ。あれなんや。なんか、解放というか、解放されてすぐはなんか猛ダッシュ。シピオバキが牢屋を見張っている。ほんとや、周りをふわふわ漂っとるわ。これ、お化けの居場所とかはわからんの、マップで。なんか仲間の場所はさ、ちょっと書いとるけんわかるんやけど。間違えた。こんなとこで使っちゃったよ、ランタン。あれなんよね、X ボタンと、今おったね、お化け。
X ボタンとさ、Y ボタンをちょっと、間違えちゃったんだけど、つらい。あんなところで、ちびお化けがいたずらをしている。なになになに、いたずらって。あ、今、お化けおった。マジか、そういう感じ。ん？今。なに？人間の逃げられるエリアが減少？そういういたずらやめよう。そういういたずらやめよう、ちょっと。あ、でもこれさ、直接、あ、ちょっと待って。あの、直接、牢屋に送り込む。あー！届けに行くわけじゃないけん。近くにおるとは限らんのよね。仲間捕まったんだけど、助けに行きたい。ちょ、待って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 。あ！あ、片方押してくれとったん？ありがとう。やったー。あー！リサリサちゃん。ちょーい。なんてこったい、速攻で。ちょ、待って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 。人間の逃げられるエリアが。あー、捕まった捕まった、ごめんね、片方だけでも押したかったんだけど。ひえー、なんてこったい。助けを待つしか、待つしかない。死んだふり。ただ単に寝転んだだけにしか見えんけど。ストレッチ、1、2、3、4。超うざいやん。すごーい、めっちゃ巻き寄りやん。あー、捕まったー。そういう感じになって、あと16秒やったのにね。なんてこったい。お化けの勝ち。一応なんか、助けた1回、捕まった2回。まあ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 。まあ一緒やね。一緒やね、下のこと。この人間側が一人でも逃げ切ったら人間側の勝ちらしいんよね。新しいランタンが買えるようになった。お。新しいお化けが買えるように、お、お化け買えるんや。え、人は買えないの？スタンプゲット、ひよっこランナー。うんうんうん。スタンプゲット、駆け出しランタン使い。ランタンの使い方めっちゃ下手くそやったけどね。マップが切り替わりました。部屋が解散されます。あ、マップ切り替わった。結構しょっちゅうマップ切り替わる感じかな。人間とお化けどっちで遊ぶ？人間で行きます。アリサちゃん。さあ行こう。マッチング開始します。お化けロ沼。マップルール、エリア制限なし、牢屋スイッチ2つ。なんかカエルみたいな、有利なお化け。そんなお化けがおるんやね。一応今回のお化けも、前回のお化けと一緒みたいやけど。沼だから？沼だからカエルが有利なの？なんか、お化けによって、その、何？ステージでできることが違ったりとかするんかな？こう、有利なお化けやったら、有利なお化け選んどったら、このエリアではこんなんができますよ、みたいな。1時間に1回切り替わるわけやね、マップ。なるほど、なるほど。私がちょうど切り替わりの狭間ぐらいに始めたんや。結構頻繁に切り替わるんかなってちょっと思ってしまった。あと一人おいでよ。C プラス。私今まだ C マイナスやけんね。え、これは C マイナス、C、C プラスってことよね、多分。え、そういうことよね。お、準備完了。あとは任せた。それも称号の名前？チビお化けのいたずらその2、お化けの子分であるチビお化けはいたずらをした場所にいる人間を捕まえて人間の邪魔をしてくる。しないでください。おお。え？これは、沼の上は歩けるの？歩けないの？なんか、歩けないんだとしたらめっちゃ範囲狭いけど。初めてのマップやけん、お化けから3分間逃げ切れ。ここから先にはいけない。初めてのマップやけんさ、いまいちよくわかってない。あ、ちょっと木に登れる。
何ピンチ、どうした、誰、どこ、あっち、あ、あの辺におるんや、お化け。ピンチ大丈夫か、あああ、早速でもか、木がいっぱいあるけん向こうからも見つけにくいんかなって感じはするけど、でもこっちもすごい、あ、沼に入ったらめっちゃなんかヌメヌメして動きづらい。あ、でもこれさ、向こうも近づいてきたらあれないよね、音でわかるんよね、人間が近くにいるみたいなの。なにこれ、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 え、ちょっと待って、めっちゃ遅い、めっちゃ遅い、めっちゃ遅い、ちょ、待って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 、いやー、あ、捕まった、ちょ、もう一人の男の子、男の子、もう一個のボタンを押して、片方を押した。沼の中めっちゃ遅い、どこを通ったら早く移動できた、橋つら、やめてよ、なんだよ可愛いけど、もう二人捕まって一人しかおらんけん、めっちゃ牢屋見張りよる、あ、あ、ここにおる男の子めっちゃめっちゃ見張るやん。これ葉っぱの上、ハスの葉っぱの上とかやったらスピード落ちんのかな、そんなに、ちょっとよくわからないんだけど、アピール何今のアピール、かわいい、助けてってアピールかなあの、逃げてとか、あ、ヘルプか、逃げてか、これか、逃げて、多分これはお化けが近くにおるときとかに、今こっちに来たら危険っていうのを知らせるやつってことやね。なるほどなるほど、ボタンの下のところを押したら逃げてで、上を押したらヘルプってなっとった。あー、待って、ちょ、今めっちゃ焦った超焦った、捕まると思った。ランタン優秀、やだ、来ないで、速攻で見つかる速攻で見つかる、くっそー、あいつまた捕まってるよーってなる。待ってまーす、お化け今どこにおるんやろ、あっこに一人、あ、ちょっとみ、あ、チビオボキが牢屋から離れた。ジャンプしながら来たら早く移動できるんか。なるほどね。牢屋の中におるときに、ちょっとこういうみんなの動き方を見ときたい。ね。あと片方だ、あと。逃げて。これはお化けからは見えてないんかな、あの人間側3人の。お、見えるんだ、ね、男の子死んだふりしたんやけど私も死んだふりしとこうあ、やった、逃げ切った、イエーイ、やったやん、人間の勝ちよかった、カンパニオロさん、ふう、あ、ランク上がった、新しいランタンが買えるようになったスタンプゲット、駆け出しヒーロー、駆け出しヒーローになったよ私。お金はどれぐらい貯まった今私。ようこそいらっしゃいました、850、これがカエルマーク、全然違ったわ、あ、解放されたマークってことかな、あ、最低でも1000いるわ、ダメだな。これがお化けショップ、スギハギ、まあ、解放されとるのはメーモンやって、かぼっちゃ、ケロキング、ケロキングかわいい、あ、なんか色違いとかいろいろおるね、へえ。早く買えるようになりたいです、ありがとうございます、使いこなせるといいですね。ほい、というん、マイデータなんか更新されたってこと、人間データ、あ、称号つけとこ、称号ないやんないやん、あれ、あ、そっか、称号じゃなくてスタンプカードをゲットしたんか。で、これはビンゴみたいになったんかな。
横一列を揃えたらいいってことかな。ちょっとよくわからないんだけど。あ、取得条件とかも全部書いてくれてる。へえ。牢屋のスイッチを合計5回押す。へえ、なんかいろいろあるね。お化けに追いかけられた時間が合計30秒以上になる。めっちゃ嫌やん。そんなんだけゲットしとるんや、私。へえ。この辺はお化け、これ何？このスタンプカード。共通スタンプ。なんかよくわからんけど、まあそんな感じ。称号はつけれないのないの私。あ、あったあったあった。え、さっき出てこんかったのに。駆け出しヒーローや、私。やった。あ、一応なんかこれはオートセーブなんやね。今、称号つけた途端にセーブしましたみたいなのが左下に出てきた。ほい、ということで、じゃあ今回は、この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。え、いいね、いいね。楽しいね。ショップで早く色々と買えるようになりたい。